始めましょう。すでに剣折れ、矢は尽き果てた。漆黒が暗黒に飲まれ、狂気が狂乱に蹂躙され、宇宙が無に帰した。なのになぜ我らがまだここにある。滅び消えたはずの我らが、我ら、なるほど、そういうことか。無限の糸の切れ端をかき集め、寄り合わせ、因果の糸車に巻き取ったというわけか。だが全ては無価値だ。所詮この身は死せる言葉のパッチワーク、意味をなさぬ戯言に過ぎぬのだから。なんだここは。記録が混乱している。わらわは封印されていたのか。この街並みはアーカムシティのようだが、わらわは戻ってきたのか。だが空気が違う、気配が違う。この胸に大きな穴が開いたような感覚は何だ。クロ、どこにいる。我が主よ、マレとのつながりが感じられぬ。このままでは拉致が開かぬか。周囲を調べてみるとしよう。頑張ります。
寝ていろ。いざ危ないぞ。ニトクリスの鏡よ。逃がさず危ない。と浮き止め。と見せる。痛い。まだです。いざ浮き止め。逃がさず浮き止め。まだです。行こう。甘いわ。うがって。見え見えそこです。油断した敵。まだぬえ。とくひらり。どこへ。とはや。いざ甘いわ。いざか。行くぞ、クロアクセス。デブリアーインパクト。ショーカー。ロメオさん。我らは魔を断つ剣を取る。アクアビテの流れる錬金術人形か。アルベ。それも混じり物か。珍しいな。だが外宇宙の気配を感じる。これはスターヴァンパイアか。あなた吸血鬼になりたいの？バカ。本当にバカ。こんな体になりたいなんて。そうなのか。ほら言ってみなさいよ。術者なしで無茶はしたくないのだ。奴らの手先であるならば容赦はせん。我が魔術受けてみるがいい。来なさい。ミトクリスの鏡。いざか。油断大敵。デッドライジング。やってくれたの。もうのめ。うかつい。どこ。デッドライジング。甘いわ。つぶれなさい。いや、いや、逃がさん。まだ。いざか。まだ。いや、め、いや、め、ぶつかないとめや。まだまだぶつきが。行くぞ。甘いわ。つぶれ。いや、ユーザー潰れなさい。まだまだ。ユーザー浮き止め。とくとご覧あれ。甘いわ。いいのか。頼んだぞ。こいつが黒いからさ。さようなら。甘いわ。潰れなさい。まだまだ。チェックメイトだ。ミトクリス。トンふざけつけないよ。トンイエーイ。うかつ。オーバンプルマイカ。そこだ。まだ。寝ていろ。当然の結果としての勝利だ。カーッカ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 ッな。何やら様子が変わったようだな。スターヴァンパイアの気配も抜けたか。こう言ってはなんだが、正気に戻ったか。吸血鬼。吸血鬼ではないわ。私はダンピール。人間と吸血鬼の混血しよう。あなた魔導書なのね。人間化しているのを見たのは初めてだわ。犯人犯用。吸血鬼と人間の混血児というわけか。それは失礼した。そちらの暴言と相殺してやろう。誰もこの災害に巻き込まれた口のようだな。五道灰というわけね。突然黒い炎のような何かに包まれて、気がついたらご覧のありさまよ。礼を言うわ。ミズ・グリモワール。晩御飯発見。 Get ready! Fight!
イタカ、つくわ。危なっ、よっ、へっ、へっ、寝ていろ、よっ、おのれ、やっちゃう。頼んだぞ、ご覧あれ。遠いんだよ、逃げたよ、ゼニョリータ。甘いわ、無職力の鏡よ。危なっ、無職力、どうにか。甘い、寝ていろ、ほっ、伏せろ。そこだ、イタカ。危なっ、イタカ、よっ、ふっ、甘いわ。頼んだぞ。血を放つ。お母さん。うん、ちょっと。ちょっと。ぶつけた。ニトクリスの鏡よ。ニトクリス。まだまだ。チェックメイトだ。頼んだ、マジだぜ。それじゃ、私はチェックアウトだ。ニトクリスの鏡よ。危なっ。すぐ。イタカ。まだまだ。すぐ。イタカ。心中携帯。この身は下道の知識を買って下道を狩る下道法典。聞こえてくるのは何？剣撃と剣撃の応酬、土震う音、防ぐ音、傷つける者、傷つく者、共感する者の声。集まってくるのは何？怒りと憎悪の相克、不当の誓い、刺す痛み。戦う我らは魂持たぬ知恵、使い手なき秘技のガラン堂。断裁され陣愛となった、火にくべられ怪人となった。愛は失われた、憎しみに囚われた。伸ばした手は届かない、あるのはただ苦しみばかり。その我らに我は何を求めようというのだ。貴様、その姿ではあるが人間ではないな。この魔力、一体何者だ？今度は中世の騎士だと？どうなっておるのだ？だが、その身に帯びた風、風の魔の気配を感じるぞ。わけのわからぬことを言う。悪しき者よ、この世から滅するがいい。問答無用というわけか。その鎧装束、いずれ名のある騎士だろうが、わけのわからないのは同じこと。わらわの魔力、その身で味わってみるがいい。召喚に従い参上した。油断大敵。くくわ、まだまだ。くくわ、行く。くくわ、甘い。ニトクリスの鏡よ。寝ていた。くらえ、止まるな。そこ、甘い。甘い、甘い。くくわ、甘い。ニトクリスの鏡よ。いたか。くくわ、まだまだ。行きます。甘い。ニトクリスの鏡よ。わらわをそこらの魔導書と同等にされては困る。一品。この身は下道の知識を買って下道を狩る下道法典。マスターの気配は去ったようだな。灰夜混沌の新たな遊戯か、それとも新たな CCD の介入。ゆえあって指名は明かせませんが、感謝します。あなたからは禍々しい気を感じますが、悪意は感じられません。引っかかる言い方をしおるな。それにしても確かにわらわのページの気配を感じたのだが、
わらわは一枚たりとも欠けておらんな。どうやら尋常ならざる事態のようですね。戻るためにもやらねばならぬことができたようです。ここより旅立つ魂がどうか身元に召されんことを。落ちなさい。まだニトクリスの鏡よ。ここだ。イカさんの人目。まだ行くわ。どきなさい。イカさん続くわ。まだどきなさい。まだ甘い。どきなさい。チェックメイトだ。落ちなさそうよ。まだ当然の結果としての勝利だ。魔力を込められているわけでもない銃弾にこれほどの威力があろうとは修練の果て。資料秘宝、死者を蘇らせる魔導書。そんなの本当にあったんだ。そんな風に呼ばれることも確かにあったな。それにしてもなれ、ひどい刺繍をまとっているぞ。一体どれだけの数の死者に触れてきたのだ。数えたことないからわかんない。この上アナクロなネクロマンシーまで広まったら面倒だからね。処分させてもらうよ。モルディギアン付きの分際で優にこと書いてアナクロ呼ばわりだと。温故知新という言葉の意味を教えてくれる。生きてる皆さん、今すぐ退避じゃないと命の保証ないっすよ。タトクリスの鏡よ。タトクはやってくれた。ゴンミトクリスの骨ゆくぞ。打ち止め。タトクは逃げた。チキリタイタカタトクは。ほら後ろがから開き出せば落ちろ。ほら過激な正体だ。まだよ。全力だ。まだまだまだ。まだ続く。油断が敵。続く。愛してあげる。まだ行くぞ。クロ。まだ行き止め。行き止め。ミトクリスだ。とっておきを見せてやるぜ。マジ。なんだ
少しは。この身は下道の知識を狩って下道を狩る下道法典、慣れごときの手には負えんよ。あれ私は死者の神が去ってなおその刺繍か。なれ、死体を洗うプールに浸かりでもしたのか。ひどいこと言うな、女の子に。ああ、でもよく見たらあなた可愛いね。ねえ、私と気持ちいいことしたくない？にゃなんだ、何をする。離れろ、こないもの。近寄るな、わらわに触れるな。クロー、クロー。よく来たな、アルアジフ。我らはわらわの到来を待ちわびていた。なんだこれは。写本ではない、擬天ですらない。断片、それも無数の断片の集合体だと。いいな、我らこそが無限無休無尽の半宇宙最後のネクロノミコ、最強の魔導書の斬新。わらわは無限の極彩の作り出した模造品に過ぎぬ。わらわが戦った者どもを傀儡にしていたのは誰らだな。目的は分からんが、わらわの始末はわらわ自身の手で挽回するのが道理というものだ。誰が倒した者たちの痛み、苦しみ、嘆き、怒りのすべて我らは受け取った。今こそここに自らを歓喜しよう。我らはアルアジフ・エクスモルテス。我らが真実アルアジフであるのなら我らの一部となるがいい。抵抗は無意味だ。その暗い闇の匂いは確かにわらわのものだが、別の匂いもするぞ。負け犬の匂いだ。無限界の敗北にまみれようと折れ曲がったままならば、我らはすでに偽物だ。わらわの強さを取り戻せ。わらわの誇りを取り戻せ。わらわは戦えるはずだ。わらわの魂はまだ絶望に染まりきっていないはずだ。それができぬというのならば、今この手で引導を渡してくれよう。かつてわらわであった者たちよ、無垢なる刃の威力、その身をもって味わうがいい。是非もなし。来い、継ぎはぎの世界を破壊する者よ。我は死者の掟、我は魔の本性を暴く者、夜に吠える魔物の声を聞け。見え見えだ、甘く突き見えだ、打つ気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 だ、見えだ、打つ気だ、打つ気だ、打つ気だ、敵の彼方にとどまる者よ。まだまだ、打ち込過激な正体だ。それじゃ、私はチェックアウトだ。チェックメイトだ。打つ気だ、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 打ティッシュの術だ、浮き飛び。豊か、ゆずら、浮き飛び。特に文字などに正解、浮き飛び。行くぞ、クロアクセス、キャブリアインパクト。そうか、我が勇気はただ一人の君よ。見事だ、アルアジフよ。
無限螺旋の戦いにあってなおも拳を振り上げることをやめなかった英語を旅する者よ、勇気や知恵よりも光り輝く愚かしさを、風車に突撃するドン・キホーテのごときひたむきな熱量こそが破滅と混沌を超越する。忘れていた、取り戻せた。ああ、ジグソーが消えてゆく。善が一に、一が善に。今こそ我らはわらわと共に、我が父アブドゥル・アルハザードの名において。となった無限無休無尽の半宇宙で、わらわたちのたどった目が、我らの死の記憶が、アルアジフ・エクスモルテスの記録が見えるぞ。わらわがいかにして滅びたのか、いかにして死を迎えたのか。そうだったのだ。今こそ分かった。わらわの身に何が起きたのか。かの者の身に何が起きたのか。クロー、戦友と呼んだ、盟友と呼んだ。我らは肥沃の鳥、我らは伝理の枝とも。ふざけるな、ふざけるな。我が琉球、ただ一人の君を孤独のうちに置き去りにして、わらわはこんなところで何をやっておる。わらわが誓ったのは、死んだ程度では語れるような絆だったのか。感じるぞ、見ているのだろう。ああ、全ては誰の仕業だったのだな。因果修理者、ヨウム・ソウト・ホートフ。おっと、ここまでだよ。やっと、やっと、やっとだ。修理できたよ、修復できたよ、修繕できたよ。無限無休無尽の半宇宙で
残骸の残骸の残骸を拾い集めて、寄せ集めて、かき集め続けて、今こそ全てが一つに、一つが全てに、三神器の一つ。大事なものを失い、時に苦しみ、時に血を流し、それでも希望を抱き、前に進み、戦いをやめなかった魂の輝きは、その方向こそ眠れる姫君に送る王子様のキスだ。最強の蘇生呪文よりもロマンチックで、最高の目覚まし時計よりもグルービー。まるでヒロイン、まるでヒーロー、小娘みたいに憧れてしまうよ。矢を払わん世界の破壊者たちに。残る神器は二つ。最極の空虚を抜け、究極の門の先へ行くために、さあ次の仕込みを始めなければね。シッシッ。